タレントパーだったらもう入ってますから、ね、そうですよ。いけ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 、うわー、まずどうすればいいんだよ。俺がただのキモオタかどうかはお前らと店長が決める TV。 エンジョイパチンコライフ。どうもー、ペイペイです。あれ25日だから、いらっしゃいませ。あ、どうも。毎年恒例の12月25日クリスマスといえば、こちらエンジェルタイムさんでの、そうですね、閉店コンサートで絶対決まってますから、前から。それはあなたは、あなたは、私はここ1年間前からやってるエンジェルオレンジと申します。エンジェルオレンジさんですね。はい、初めまして。今年にやってまいりました。ありがとうございます。今日もすごいことになっちゃう。そうですね、今日ですね、なんと2階のホップとかですね、50箱、はい、別積み30、40と出てましたね。さっき島が壊れそうになっちゃった。うわっ、マジですか。はい、じゃあ早速、はい、そちらの方をご案内していきながら、いいですか。はい、よろしくお願いいたします。それでは早速店内に行ってみたいと思います。はい、やってまいりました、パチンココーナー2階ですね、こちら。なるほど、ありがとうございます。まずね、ガロがありますね。もう20回オーバー当たり前ね。そして、北斗の拳6拳王ね、25回、22回、35回、40回、40回、すごいですねと思ったらですよ、44回、34回、そしてなんと61回、何万発ですかね、45回、42回、39回、すごいことになってる。エンジェル5に来ればね、楽しい年越しができるということで、報道が配信されている頃にはね、お正月ということで、お正月仕様でございます。はい、じゃあ早速ね、上行きましょう。失礼します。じゃあね、毎年恒例の3階フロア、じゃあ早速見ていこう。あー、どうです、えいえい、どうです、どうです、えいえい、どうも、すいません、片手でごめんなさい。はい、ということで、今日なんかね、パチスローライターのなんとかなんか、さんとか来てたらしいです。あー、どうもありがとうございます、えいえい、差し入れいただきました。あー、どうもありがとうございます、えいえい、差し入れいただきました。ありがとうございます。じゃあ早速ね、データ見ていきましょう。すごい、83回スーパービンゴ、お隣93回、その他に75回、すごいね。アナザーゴッドハーデス、なんと41回、32回、角のお客さん29回で今、ね、ジャッジメントハーデスですよ。おめでとうございます。こちらすごいね、パイオニアさんのオアシス43回、ビッグ、ね、30回、43回、そしてこちらは20の22、出た、へこむこともありますからね。184か、ちょっと弱いか。マクロスもすごい楽しそう、35の31、いいな。化け物語98回、すごいね。今打ってるお客さんは、68回、すごいわ。やっぱ今年もすごいわ。さあ、わー、これ通るの大変だな。じゃあ見ていきましょうか。すごいね、34の35、22の39、41の31、きれいにこの弾み。そのお隣も38の36、すごいことになってんな。あっ、えいえい、えいえい、えいえい、もうだ、外しとこうか、危ないから。どうしよう、ジャグラーもう打てないですね。
ねえ、いつも同じ機種打っても面白くないからオアシス打っちゃおうか。ちょっとこの台弱いんですけど、でも他の3台が出てるんですよ。他の3台が出てて、この台だけ弱くする理由がないと思うんですよね。俺たまたまへこんじゃってるだけなんじゃないかな。じゃあということで、今回はこちらのオアシスで行ってみたいと思います。えい、はい、ということで今回選んだ台はパイオニアさんの、クイーンオアシスですね。クイーンオアシスですね。オーサリパッチャスベルですね。実はですね、昨日まで体調を崩してまして、昨日はですね、ももクロちゃんのライブに行く予定だったんですよね。だけど体調崩してしまい、まあ、今日の撮影もあるし、まあね、見ず知らずのモノノフの皆さんにね、風邪をうつしてしまうのもいけないし、体調を崩してね、撮影に行けなくなるのもダメだし、ということで泣く泣くね、だいぶ我慢しました。本当はキング皆川さんと一緒にね行く予定だったんですけど、僕の代わりになんとアローズスクリーンのシーサさんが一緒に行ったらしいですシーサさんもねモモクロ好きなんで。50枚目、残念ですけど大丈夫大丈夫。そうだ、なんか今日はこちらにいるエンジェルちゃんが来てたらしいですよ。なんでもね、5日に来て、その10日後に15日に来て、で今日また10日後に来るらしいですよ。毎月こう10日後に、だからそのまた25日の10日後に来ると。すごいね、週休9日なんだね、エンジェルちゃんはいい仕事してますね100枚目ネパール、いいね。100枚目、残念ですけど、おー、いやー病気やだね、やっぱり。皆さん寒いんでね、乾燥してるんで。おー、お隣さん早い。風邪をひかないように気をつけてくださいね。そうだ、毎年恒例ということでね、こちらのエンジェルファイブさん来てますけど、前回から120回目でまたこちらのエンジェルファイブさんに来てるわけですけどね、1年間120回やってるんですねフフフ。去年の収支がマイナス6000枚とかだったんですね。ということは今年1年で120回でプラスになってると。こんなに引きが弱くてもね、ちゃんとこう無理しないで打ってれば勝てるんですよ。セカドー、すごい、また光った。なんと定点くんが打ち始めて3回も光ってます、お隣さん。いやー、この台だけなのかな。いや、4台のうち3台良くしてあと1台しないと思うんだよな。そうだ、昨日まあ体調が悪いんですけど、まあ編集しなきゃいけないということで、まあマスクして会社に行って4人で、まあリトル先生を筆頭に、私、そしてミイラ君、あと澤田君、4人でですね、ドラッグへモンスターズね、魔王フェスのガチャを1人30連、合計120回みんなで回したわけですよ。
お、俺は間を引けなかったの。でも今日光ったからよかったそう、2人間を引いて俺とサウナだけが間を引けなかった。よかった。あ、これ狙っていいのか。ついつい狙っちゃった。あ、間違えちゃった。こっちか。あざす。あ、負けたんだねこんなことだろうと思ったけど。あんのかな。こっちが光ったね左が光りました。あ、どうも、ありがとうございます。頑張ります。会いに来ました。 ありがとうございます。あ、この格好で。あ、どうもありがとうございますあの格好でわざわざ店員さんかと思いましたよよしかー、めちゃんチャスだね。お、まだわかんないぞ。ほい、お、マジで。おお、来た、1ゲーム連チャン来たやったビッグで来いよ。おい、まだ負けかいや、でもありがとう。いやー、ちょっと嬉しいな、今のは。今度右光ったね。おー、わかんない、こうなっちゃうといや、だからいいんだろうな。魔王来てなその引きの強さで今日引いたらいけるかな。明日は3時までなんだよな指導が欲しいんすよ。ハーゴン欲しいんす。あー、また会おうね。レジゲーム、レジャーチャス。そう、先光りがなくてもまれにああいう感じのがありますからね。あっ、流れた。こんな時は延長、これがあれば5分間延長できるのだ。よし、頑張ろう。まあ、その代わり当日生産はできないんですけど、あの、ちょ玉をするような、ちょメダルするような感じですね。そうすると5分間延長することができます。投資が200枚なんで、もう一丁化けても勝てるんじゃないかな。光れば厳しいかな。まあ、ビッグなら間違いないです。こんだけ、540回以上やってるんですけどね、1ゲーム連チャンチャンス初めて成功しましたよ。そうだ、初めてだ。ヘイテン君の中ではね。いやー、クリスマスの日に1ゲーム連チャン、あー、残念無念無念。いやー、まあでもね、いやー残念だけど、でも1ゲーム連できたらちょっと嬉しいな。何枚あるか流しに行ってみたいと思います。えいえい、じゃらんじゃな。179枚はい、ということで今回の結果179枚無念。はい、実戦終了、実戦終了ということで、今回こちらエンジェルファイブさんで実戦した機種は、パイオニアさんのクイーンオシスを打ちまして、投資枚数が200枚の、獲得枚数が、179枚だったっけ、179枚ということでマイナス21枚です。無念
まあ多分ね、あの5分間延長しなかったらプラスだったと思うんですけど、いやもうやっぱあそこは延長でしょ、ね、え、だって1ゲーム連したんですよ。540何回だこれ。やっと念願の1ゲーム連チャンをしました。もうそれだけでね、今日はね、まあ負けはしたけどもう価値あるね一戦だったと思います。ということでね、皆さんが楽しく打てちゃう、今日ヘデクも楽しく打てちゃう、こちらエンジェル5参戦でもちょっとだけ、まあね、打ってる時も言ったんですけど、こちらのお店にね、マスコットキャラクターのエンジェルちゃんが、5、15、25に来ると、要は10日おきに来ますよと、25日来たらまた10日後の、またね、翌月の5日にね、来るということでね、エンジェルちゃんに会いたい方はね、こちら、エンジェル5さんね、来ちゃってください。もちろんね、話題の信頼、エヴァンゲリオン9だったりとかね、もう大体の話題機種はバシッと押さえてくんでね、そちらの情報は P ワールド、またはメール会になって情報をゲットして、こちら、エンジェル5さんに来ちゃってください。今回僕は負けました、でも大丈夫、次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。えいえい。PTube はこんなに楽しい、人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる、人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く、 PTube ダウンロード。